はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。高橋みともです。はい、今回はポケットモンスター第3話の放送でした。2019年のね、3話の感想を入れていきたいと思います。見た感想です。初めて不思議のシーニーだね動画が出てきたんですけど、まさか、ああやって進化していくのは初めて知ったし、いろいろですね。そして来週、第4話、いよいよ、あそこに行くらしいですよ。ゴーくんたち、ゴーくんとサトシくんたちが。楽しみですね。そして、第3話ではロケット団が登場しましたけど、さあ、ロケット団がどう絡んでくるからね。楽しみです。といった感じで、動画を終わりたいと思います。動画、早いですが、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。